教皇やリードして、しかとごろかんだけの彼の近所にお話を伺います。お願いいたします。おはようございます。そうですね、もう太田先生の方が多分相当お話ししていただけると思ったものですから、私の方ちょっと簡単にスライドを作らせていただきました。はい、ですね、鹿所神崎と名古屋会でどれぐらいが活動してきたかっていうのを一番見ました。手帳をですね、書いてて、それ全部引っ張ってみたら、こういうふうな活動をしてました。で、まずですね、ですね、震災の14日前地震が起こってですね、14日に起こった時、夜だったんですよね、ちょうど。で、それで15日、この日にメンバーと話し始まったんです、実際に。で、16日の日にもうここを拠点としましょうということで、物資の拠点としてここを使いましょうか。で、ただここを使うだけじゃなくて、ちょうどですね、この16日の日にもう福山通運以外全部止まりました。流通が。で、16日でもう止まりますっていうことで郵便局の方から言われたりとかして、どうしようっていう話だったんですよ。で、その時に久留米の方に知り合いのメンバーの知り合いの美容室があったんで、じゃあ久留米までやったら全国物資届くよねと。で、うちの方は福山通運だけは届いてました。で、なぜ福山通運だけ届くのかって調べてみたら、大牟田がうちの配送の拠点だったんですよ。だから大牟田で届くと、大牟田からここまで運んでくれるという形だったんですよね。で、じゃあその久留米で物資を集めて全部ここにボランティアのメンバーで集めて持っとこうと。で、ここで仕分けして、で、中に持って行ってもらうと逆に渋滞したりとか、いろんなことが起こるから、基本県のギリギリで止めてしまえというふうな形を取ろうということでやりました。で、これは太田先生とちょっとお話しさせていただいたときに、これ実は僕たち何も知らなくて考えてたんだけども、それが実際に県単位で岩手県でしたっけ、でやられてたっていう話を聞かせていただいて、そうだったんだ、すごいなっていう思いがしました。で、その後17日、ここはポイントとしても19日に、もうここの3日間やっぱかかるんですよ。この3日間結構大事です。で、3日間かかって物資が届き始めますので、で、ここからもう物資をどんどん運んでいます。で、実際に10回って書いてますけど、最終的に詳細は10回以上あると思います。で、それぐらいここから物資運んでます。で、その時に三船の老人ホームさんの方に入ったんですよ。で、実はこの19日の午前中だったかな、報道でノロウイルスだとか肺炎が起こったという情報が流れました。で、だったらちょっと待てよと。で、出した後にちょっと待て、航空ケアいるんじゃねえとっていうことで、老人ホームさんの方にとお話をさせてもらって行くようになりました。で、それから準備して2日後ですね、ここうちの病院が休みだったんで2日後に入ってます。で、実はここの震災のこの5日間病院ほとんど空いてないです。で、うちの病院含めて3件だっていうふうに患者さんからおっしゃっていただいて、で、よかったって言って長洲の方から来られたり、熊本市内の方から来られたりしてですね、うちの病院幸いにしても機械とかが大きく壊れてたわけじゃなくて、なんとか動けたんで、あ、よかったと。で、患者さんも来ていただけるようになったということで頑張っていました。で、この間にもう次の支援どうしようっていう話になったんですよ、はっきり言って。で、次のステップとして募金活動もいるよねということで、皆さんご存知かと思いますけども、ステッカーの募金もさせていただいて、で、じゃあその先、23日だったかな、この日に歯科医師会さんの方が、熊本県市の歯科医師会が、西原村さんとかに入ったということで報道がありました。なもんだから、じゃあもうその時点で、じゃあ僕たち邪魔になるからもうやめとこうって言ってやめたんですよ、正直。歯科医師会が入ってしまえばもう逆に邪魔になりますんで、
たちはもう行かないと。で、そのできることを別のルートでできることをやりましょうということで活動しています。で、その一つがこの、あの募金です。で、もう一つが、あの後で出しますけども、社協さんとか町長さんとかに直接お願いして、あの支援を、協力要請をお願いしています。まあ、実際に最後断られましたけども、あの実際に協力を依頼して、次のさらに3、司会司会さんが 入った後、太田先生たちが変えられた後の支援をどうしようっていうところまで考えて動いてました。はい、でこれ西原村の当時の様子です。やっぱりものすごいです。地面はもう荒れてるわ。これここ立ったんですよ。これここの底、これに蓋っていうところで段差の真上です。でこの上立った時に、地面の下から横車通るんですよ普通に。で車通ってるところの下から車の音が聞こえる、足元から。あ、ここ抜けてるじゃんっていうような感じです。もう逆に立って怖かったですね、こういったところ。で実際にここをこうやってもう道路はない、もうガッタガタ割れてる、陥没してるわ。で、スタッフと支援行った時もやっぱり見えないんですよね、段差が。もう5センチとか10センチとか平気で落ちてるから、そこのとこ気づかんでドーンと落ちたりとかしながら行ってました。はい、で、まあ、これ複雑ですけどね、奇跡頑張ってここで仕分けしてくれたりとかしてたんですけどね。で、こうやってここで仕分けしながら、実際に水もなかったんで水汲んだりとかして持っていったり、はい、で、その中にこうやって温かいお手紙皆さんからいただきます。もうこれ捨てられないんですよ、こういうのって。で、段ボールに関してはもうそのまま段ボール持っていってます。これわざわざこうやってわざわざ書いてくれる方いるから、やっぱこうやってね、ありがたいなと思ってます。はい、で、これ熊本市ステッカーということで、メンバーの一人が考えて、で、デザイナーメンバーいますので、そのデザインを作って今これをやってました。で、実際にこれをこうやって熊地さん、さっき前田さんがいらっしゃったんですけども、熊地さんに乗っけてもらいました、これをお願いして。で、そしたらなんとですね、テレビ熊パワーの方も、熊パワー KAB さんの熊パワーっていう番組で取り上げていただいたりとか、あとこれがラジオの RKK ラジオの耳号の方が来て取材に来ました、まあ、正直ものすごい緊張しました、これ特に邪魔なので。はい、で全部の募金の総額って言ったら全部で928,153円集まりました。結構頑張ってました、僕たちも。でやっぱり、ね、テレビとかラジオとか新聞とかの影響って非常に大きかったです。でそれで、まあ、ここね、僕が出した分以外、メンバーが出した分だけです。僕が出した分は全部自分で買ってます、これは。でその分で52,220円給付次第払って、あとステッカー作るのに31,040円、これステッカー屋さんものすごくないと思ってます、正直。原価で作ってもらって、で全部で、36万ぐらいですけども、それをお待ちさせていただいてます。寄付総額が56,893円。でその時にトヨさんと一緒に西原村の方に行かせていただいて、で村長さんに直接お渡ししてます。でこれ元気です、これ元気、封筒の中に入れて、はい。でその次の支援活動って言って、こういったことをやってました。実は西原村の支援を活動するために医療ツーリズムっていう形で日帰りツーリズムをやろうと。で車を出して向こうの西原村の避難所の方をこっちにお連れして、で被害が少なかったっていうことの方がちゃんとした医療が受けられるというのが一つ。それからもちろんそれで調理する病院さんとも話つけました、ちゃんと。外来だったら大丈夫ですよと。調理する病院さんとうちの病院とで医科歯科ともちゃんと連携するという形でやる。それから温泉センター、そこの
三河温泉センターですよね。で温泉にも入ってもらおうと。でせっかく遠いからやっぱ西原村さんの方からここまで来るのに1時間ぐらいかかりますの でせっかく来てもらったんだったらゆっくりお風呂も入ってで体もリフレッシュしてもらってでここダンスとか置いてましたんで遊べるスペースとしても軽い運動してもらって帰っていただこうとそういうふうな計画を立ててました。でこれでもうね社協さんとかも話して町長さんにもお話しさせてもらったんだけども最終的にですねこれ断念しました。名古屋町が協力してくれませんでした。正直総務課長さんとかから名古屋町の名前出すなとか言われたりとかですね社協さんとか最初はいやボランティア集めるのはすごい得意ですとか言いよったのがいきなりいや集めるのはねっていうような否定的な話になったりとかして結局断念したっていうことなんですけどもう悔しいんで僕自分で車用意しましたはっきり言ってでまあ本当はねここ運転手福田君のしようと思ったんですけどでも見栄えがね福田君の方が悪いんでうちの若いかわいい男の2人の写真しちゃうんですけどね悔しいんでこれをやろうとでいつまた起こった時でも今度は僕が自分で持っとけばなんとかなるだろうということで実際に今準備をしてます。はい。でこれここで野田先生が遊んでもらってる事前に病院に視察してもらったんですよ。で視察してもらった時にここでちょっと遊んでもらってるところの写真です。はい。でここからが本題です。で、歯科支援の様子って言って、まあ、基本往診とかとは変わらないです。現場に行ってしますんで、ただ量が違います。先ほど太田先生の写真もあったと思うんですけど、車いっぱいなんですよ、やっぱり。で、これが、これ一箱持ってってます、これ。これ何かっていうと、グローブ、手袋です。だから、人数分いるんで、全部で、あれ一箱10箱入ってるのかな、10箱あるんで、1000枚持っててます。で、これ、向こうにはもうお水も消毒薬もないので、全部こっちから準備して持っててます。ただ、ポリタンクも僕もだいぶ入っちゃったから、残り少ないポリタンクはかき集めて持っててます。で、まず衛生士のお二人なんですけども、彼女たちがいてくれるっていうことで、で、行ったんですけど、ここむしろ、ここ全部荷物です。これ以上乗っけちゃうともう倒れちゃうから、ここまでにしてるんですけど、ここに支援物資を乗せて、おむつとかも一緒に持ってってます。で、現場に行ったらですね、もう皆さん待ってくれてました。全部で50名ぐらいです。で、50名ぐらいを、本当はね、1時間ぐらいで終わらせたかったんですけど、2時間もかかっちゃってですね、お疲れ、ごめんね、もうちょっと早かったらなって言ってたんですけどね、2時間ぐらいかかりました。で、最後、こうやって、やるときにはもうまず、もう用意どんでスタートしますんで、もう前準備、これものすごいバーッと準備してます。で、歯ブラシも200本ぐらい持っていってます、これ。で、生け花洗い用のやつが全部で5本かな、ぐらい持ってて、とにかく量がいるということで、大量に持っていってます。はい。で、僕が入れ歯の調整とか、あとで、ね、ちょっと写真出しますけども、歯石を取ってみたりとか、まあ、手が空いたら口腔ケアもしてますけども、そういった形で進めてます。で、こうやって、ずっとこの体勢です、正直。2時間。腰痛いです、正直。ずっとこの体勢ですからね。はい。で、女の子たちは、まずここ、こことここに椅子あるんですけど、この椅子に座ってもらって口腔ケアする、まあ、体が動きやすい方、動ける方はそういったところで。でも、動けない方っていうのはもう、スタッフが向こうに行って、座ってるところまで行って口腔ケアする。まあ、これ、さっきの中からいいかな。はい。で、お口の細菌、肺炎なんで起こるかって、さっき大田先生のお話でもあったと思うんですけど、その、
肺炎自体がまずお口の中こう入ってきますよね、お口こうで、さっきここから食道の方にごっくんってしてもらったら大丈夫なんだけども、こっちの肺の方に入っちゃうとゲホゲホってしまう。普通は喉詰めたゲホゲホゲホになりますよね。でゲホゲホって治りにくいから、高齢者とかなりにくいって、そういった時にこうここに炎症を起こして肺炎を起こしてしまう。でこれを誤嚥性肺炎というんですけど、実際に肺炎の中の大体2つの肺炎、肺炎っていうのは2つ大きく言っているんですけど、市中肺炎っていうのと、それと施設な、院内肺炎、この2つあります。で院内肺炎っていうのは病院の中での肺炎で、市中肺炎っていうのは普通の肺炎、それ世の中にある肺炎で、市中肺炎の場合、大体7割ぐらいが誤嚥性肺炎と言われています。で、これが、東北大学の先生がこれ出しています。それから院内肺炎、病院の中の肺炎というのは9割以上。これがもう誤嚥性肺炎と言われています。それくらいこの誤嚥性肺炎で発症してしまうんだということ。はい、でこういったのがついてると、やっぱり肺炎って起こしやすいんですよ。これが指摘です。まあ、これ極端な例をホームページからインターネットから取ってきてますけども、こういったのがついてると肺炎になりやすい。はい、でじゃあどうして肺炎が起こるのかなというんですよね。さっき太田先生のところのお話でもあったと思うんですよね。でまずストレスかかりますよね。あんだけ揺れたら毎日毎日こうグラ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 揺れて、夜中はビービャービービャー携帯になるしっていう状態ですから、ストレスかかるし、睡眠も不足するし、でそしたら免疫力が下がるわけですので、やっぱり肺炎リスクが上がってしまう。それから歯磨き行動できるのが、物資が届かないんでできないんですよ、はっきり言って。だから物資が大体さっき話したみたいに3、4日最低かかります。で特に歯科医の物資っていうのが、実はあれ26日締め切りだったんですよね、熊本県市は。正直あまりにも遅いんですよ、締め切りは。だから3、4日僕らの民間で運んでる、ボランティアの連中が運んでるのでも3、4日かかります。そうするとその3、4日までに何とか対処取らないと肺炎っていうのを起こしてる。で実際に3日後から肺炎発症してるんですね。だいたいここが合うんですよ、日付が。でしかもその間っていうのは歯ブラシもなければ水もないんですよ。生活用水全くないですね、断水してたし。であともう一つはここ水がないっていうことで、飲み水をうがいに使うかっていうことになってくるんですよ。で飲み水をうがいに使うっていうのがなかなか難しくなってくる。もういいよ、飲み水が不足してるんで、ここも対処しないといけない。でじゃあ高齢者はやっぱ中心に肺炎を起こすし、太田先生がさっきねお話しあったと思うんですけど、やっぱ流行します。避難所での肺炎っていうのがやっぱ流行っちゃうんですよ。っていうのが体育館ありますよね。体育館の中に500人だとか1000人だとかいるんですよ、はっきり言って。でそこで生活しますから、どうしても一人発症してしまうと細菌感染になるんですからね、蔓延しちゃうんですよ。全員感染してしまうような状態。だから避難所での肺炎をいかに抑えるか、起こさせないかというのが大事で、実際にこうやって医療支援で太田先生たちが入っていただいて、やっぱり医療支援がしっかり入ったんで、やっぱり肺炎が東日本に比べて減った、実際にデータで出てますので、もう激減してます、正直。はい、でじゃあ3日後までにどうしましょうっていうところです。実際につるつるの歯、お口の中がつるつるだったら細菌つくのが大体2時間から3時間後と言われてます。これはで大体2、3時間後からバイ菌はついていきます。でさっき大先生がお話したみたいに、バイバイゲームでどんどん増えていく。でそうしたときにある程度成長してしまうのが24時間。
で、その後48時間超えてくると大量なバイ菌がお口の中にいますよね。で、しかもその48時間後っていうことで、ここから今度悪さを開始、毒素もどんどん出てきます、大量。だからここ48時間までが猶予だっていうことですよね。で、それから歯石、さっきの歯石になるまで、こいつらがこの汚れが歯石になるまでに大体2週間かかります。早い人だったら10日ぐらいですけどね、大体2週間程度で歯石が始まる。なので2週間猶予があると、こっちは。じゃあここの48時間の猶予と14日間の猶予、ここをうまくこの間に対処できれば歯磨きは起こらないってことですよね。そうすると歯磨き、歯垢、お口の中汚れっていうのは歯磨きで取れるんですよ、一つはね。で、歯石は僕たちじゃないと取れません、機械がないと。なので当初2日間は最低でも1回は歯磨きしてほしいっていうのが僕の思いです。はい。で、医療ボランティアとして入れるのが大体3日後から5日後です。僕が入ったのが5日後です。で、歯科医師会のチームが最初に入ったのが1週間後です。ですのでこっちの歯石はなんとか対処できるんですよ、ここまでは猶予の中で入ります。だけどこっちの48時間の方がギリギリなんですよね。歯ブラシが届くまでギリギリになっちゃうから、どうしてもここが2日のうちに1回はやれるような体制を取ってほしいっていうのが一つということで、平時から必ずこれをやっておった方がいいですよねっていうところです。まず歯石や歯垢をためない、常に口腔ケアをきれいにしようと。で、じゃあお家で歯磨きをきっちりしてきてたらいいよねっていう。それともう一つ、歯医者さんでしっかりと歯石取ったりとかして常にきれいな状態を保ちましょうっていうのが一つ。それともう一点、はい。で、平時からの心がけ、その2、防災グッズの中に歯ブラシとマウスウォッシュ入れてくださいってことです。で、歯ブラシ1本でいいです。なんかポイント入れとってください。1本入ってれば1回でもいいからできればいい。そうすると40、またそこから先に48時間と見ていきます。で、マウスウォッシュ、これ水がないんで水の代わりにマウスウォッシュでうがいしてください、歯磨きの後に。この中に殺菌できるような作用があるやつもあるし、お口の中水がない時にはマウスウォッシュでっていうことで、実際に救援物資として持ってってます。リストリンっていう、あんま僕は好きじゃないんですけどね、でかいのもらったんで、で虫のあったやつもあったんで全部入ります。それでマウスウォッシュ、これ結構大事なんで防災グッズに入れておいてください。ということで僕の話はここで終わりです。